止まれ。シアンナに会いたい。緊急だ。要件は？新たな事実が明らかになったんだ。本人の説明が聞きたい。彼女は公爵の暗殺を企んでいたようだ。まあ、それならいい。あの殺人事件を解決したウィッチャーだろ。許可しよう。ただし数分だけだぞ。手短に済ませる。ウィッチャーが囚人と面会するそうだ。少し休憩に行っていいぞ。本当に少しで済めばいいかな。こんなの特例だぞ。いや、シアンナ、邪魔して悪いが聞きたいことがある。私には話したいことなんかない。ここに入れられたのはあなたのせいなのよ。忘れたの？そうだな。だがどうせここにいるなら話してもいいだろう。他にすることがあるのか？何が言いたいの？手短に済ませて。ずいぶん居心地が良さそうだ。これで2度目だな、投獄された場所で快適に過ごすのは。結局はいつも窮地を脱するんだな。どうかしら。いつも監視されてるし。でも清潔ではあるわね。自分で掃除してるからだけど。掃除は気持ちが落ち着くというだろう。全然よ。誰にも感謝されない最悪の仕事。でもどんな仕事も放り出せないたちなの。ナザイルを離れる時だって部屋をきれいに整頓してから来たわ。ベッドも整えてね。二度と戻るつもりがなくても、やりかけの仕事や散らかった部屋を残していくのは我慢できない。そういう性格なの。意志が強いんだな。立派な長所があるじゃないか。小さい頃からよく褒められたわ。その点だけはね。ボークレールの物乞いが集まる場所に行った。そこでお前が妹の命を狙っていた証拠をつかんだぞ。最初からデトラフの最後の標的はアンナ・ヘンリエッタだった。お前の狙いはそれだ。素晴らしいわ、ウィッチャー。その推理力には拍手を送りましょう。でも私の計画はあなたに何の関係もないはずよ。それは違う。関係は終わりだ。怪物を倒すために雇われたんでしょ。その怪物は死んだ。さっさと勲章を受け取って、私のことは放っておいてよ。俺はこの事件の真相を知りたいだけだ。混乱と解けない謎を残したまま終わるのは嫌なんだ。何が私を駆り立てているか聞きに来たの？知りたいのは動機？ここへ来たのは何かわかると思ったからだ。お前が復讐を求めていたことは明らかだ。自分を宮殿から追い出した者たちを狙ったんだな。黒太陽の呪いが追放の理由だったんだろう。彼らが主張した理由はその通り。私が危険だと、変異体だとね。あの騎士たち、クレスピ、デュラク、ドラクロワ、ペイラック・ペイラン、彼らの役目は私を公爵領の外へ連れ出し捨ててくることだった。命令に従っただけだろう。その命令を心から楽しんでいたわ。私が逃げ出そうとした時、クレスピを私が気絶するまで鞭で打ちのめした。他の騎士たちはそばでただ見ていたわ。ペイランは日頃の鬱憤を晴らすのに私を大いに利用した。デュラクとドラクロアは私を侮辱し嘲笑った。絶対に忘れないと誓ったの。必ず彼らを見つけ出す。一人も逃がさないと。それで少しは納得できた。怒りと恨みを抱く十分な理由があったようだな。だがそれでもお前の選んだ手段は正当化できない。理解してくれなんて言ってないわ。同情はいらない。あなたからも他の誰からも私は何も後悔してない。もし時を遡れたとしても同じ選択をするわ。あいつらは全員罰を受けて当然よ。特に妹はね。長すぎる。面会は終わりだ。ああ、よかった。
デラトゥール隊長から話があるそうだ。すぐに行けるか？行こう。俺も彼に話がある。ダミエン。ゲラルト、いよいよだな。式典に臨む準備はできてるか？その顔、ひどい傷を負ったな。だが前に会った時よりは良くなったか？アルニカの軟膏をつけてる。もうほとんど痛みもない。重要な情報を入手した。アンナがデトラフとシアンナの5人目の犠牲者になる予定だったらしい。それは確かなのか？間違いない。証拠を発見した。だがなぜだ？多くの人々を殺し、町を破壊と恐怖で包み込むだけでは足りなかったというのか？実の妹を殺そうとしただと？この国の君主は？儀礼兵による警備を強化しよう。審問中にシルビア・アンナがおかしな真似をできないようにな。俺が責任を持って手配する。警告してくれてありがとう、ウィッチャー。その目配りに感謝せねばな。よし、では行こう。清掃をしてこい。俺と一緒に来るんだ。閣下がお待ちだ。ギルドの名においてあなた様のお力添えが必要なのです。聡明なる公爵閣下、樽が不足すれば生産が止まり、そうなれば我々はおしまいです。すべて火事で燃えてしまったというのね。恐ろしいこと。本当に心から悲しい出来事でした。はい、聡明なる公爵閣下、おっしゃる通りでございます。怪物が私どもの倉庫を荒らし回った後、火が出て燃え上がったのです。宮廷の衛兵隊を派遣して火災の現場を調べさせましょう。あなたの言う通りならば、公爵家の高価からふさわしい額の保証を与えます。ありがとうございます、聡明なる公爵閣下。閣下、リビアのゲラルトが参りました。親愛なる臣民たちよ、次の大事な議題に移りましょう。公爵領の君主として担うあらゆる責務の中で、私が心から愛する責務を遂行する時が来ました。ここにトゥサン最高栄誉の証であるブドウジュ勲章の授与を取り行います。リビアのゲラルト、オークレールの怪物を倒した戦士、前へ。ボークレールを恐ろしい怪物から救ったウィッチャーに、我が国を代表してこの栄誉を授けることを心から誇りに思います。勲章はこの者がボークレールの英雄であり、永遠の友であることの象徴です。誰もそれを忘れてはなりません。堅苦しい儀式はここまで。ゲラルト、本当にありがとう。ダミエンから報酬を渡します。仕事を依頼したことも忘れてませんよ。感謝します。それからささやかな贈り物も用意しました。サングリールを12タル、本来は公爵家の食卓にしか上がりませんが、特別に差し上げます。人生最高の美酒が味わえるはずよ。気に入ってもらえるかしら。非常に光栄です、閣下。ですが、この喜びに水を差す話をしなければなりません。シアンナが公爵閣下の命を狙っていました。デトラフを使った暗殺計画です。閣下は怪物の5人目の犠牲者になるはずでした。そんなはずはありません。あなたは間違ってる。きっとそうよ。証拠があります。いいえ、信じません。
シアンナと話します。一緒にいてもらえますか。姉を連れ戻してくれたのはいいけど、なんて恐ろしい事実を突きつけてくれたの。私に公正な裁きを下せるかどうか。あなたが間違っているという可能性はないの。ありません。むしろ彼女には特に警戒するようお勧めします。大げさよ。彼女は私の姉なの。どう話せばいいかは分かっています。そばにいることでお役に立てるならもちろんそうしましょう。ボークレールの町に甚大な被害をもたらした大量殺人事件に関与したとされる者の審問を行います。デラトゥール隊長、シルビア・アンナをここに。ウィッチャーも発言するの？俺は囚人じゃない。思うようにさせてもらおう。あなたは罪を犯しました。重大な罪を。でもあなたは私の姉です。他の罪人と同じように扱うことは私の心が許しません。そして私はそれでもあなたが私を殺そうとしたことが信じられない。デトラフに惑わされたのだと信じたいのです。あなた自身の魂はそこまで汚れていないと。だからゲラルトに第三者としての助言を頼んだのです。彼の考えを聞きましょう。閣下、国家の統治者として何よりもまず国のことを考えるべきです。シアンナの犯した罪もその動機も極めて悪質だ。民にとって恐ろしい脅威です。その通りですね。何よりも大事なのは民の安全です。シアンナ、あなたは裁きを受け相応の罰が与えられるでしょう。それでも家族の絆は消えません。公爵として私はあなたを裁かねばなりません。でも妹としてはあなたを愛し続けます。許してくれる？許さない。花をくれ。何かこう。ないわ。花はみんな売り切れ。これから出かけるところよ。ここでぼんやりしてても仕方ないもの。驚くことじゃないでしょ。みんなが花を欲しがったの。男も女も子供たちも。公爵のお墓に花束を捧げたかったのよ。姉もね、ボタン、グラジオラス。でも一番お好きだったのはバラよ。宮殿の人たちがよく買いに来たから知ってるの。いつも一番いい花を選んで渡していたわ。いい香りで
大きな花びらで長持ちしそうなのをね。ああ、まだ信じられないわ。お姉さんに殺されるなんて、一体どうしてこうなったの？シアンナがあれほど執念深いとは誰も思っていなかった。ダミエンも俺も公爵も。ああ、あなた北方から来たウィッチャーさんでしょ。私たちを怪物から救ってくれた人ね。ああ、まあな。待って、これをどうぞ。売り切れたんじゃなかったのか。一つ残しておいたの。自分で備えに行こうと思って。でもいいの、あなたも公爵が好きだったんでしょ。こいつはいくらだ。いらない。そのお金で今夜公爵の思い出に乾杯してよ。そうしよう。ではウィッチャー、もう立ったと思っていたぞ。いや、あんなヘンリエッタは素晴らしい方だった。まさに理想の君主だった。俺はその方を見殺しにした。そんなに自分を責めるな。シアンナが執念深く目的を果たすとは誰も思わなかった。それに彼女を止められなかったのは俺たち全員だ。なすすべもなかった。お前の言うことはもっともだが、あれほど皆に愛された方が要されば自分を責めたくなるものだ。そしてどんなに鍛え上げた立派な騎士でも弱気になるものさ。花を手向け別れを告げたいと思ってな。白いバラか。お好きだった花だ。アイデ、公爵家の墓所に眠っておられる暗殺者と同じ部屋にな。俺は反対したんだが。何？誰が決めたんだ？摂政会議だ。法律と規則で心までがんじがらみになったじい様たちさ。シアンナには公爵家の血が流れ、法にのっとって継承権を剥奪されてはいないという理由でアンナ様の横に埋葬するのが正しいと。なぜこんなことになった。安らかに眠れ。こんなことになって無念だ。防げなかったことが悔しい。許してくれ。どうか安らかに。上品な墓所だな。控えめな衣装だ。私の理想とする永遠の眠りの場所はまさにこれだ。こんな時に
冗談なのか本気なのかさっぱりわからんな。本気だよゲラルト、真剣そのものだ。とても落ち着いた雰囲気、派手じゃないが美しい装飾、公爵の美しさにぴったりじゃないか。まったくお前たち人間には驚かされっぱなしだ。生きていれば自分にも必ず訪れる自然の成り行きによくそれほど深く絶望できるものだ。実はこの穴蔵から引っ張り出しに来たんだ。ここ数日あれほど翻弄されたのだから少しは羽を休めるべきだ。